突然の洪水で屋根の上に取り残された7人の大人たち。救助隊を待つ間、少しずつ打ち解けていく彼らのそれぞれが抱えるちょっとおかしな事情。流れてゆかない昨日までの日々、行く先のわからない明日、見知らぬ人々が共に過ごした最悪な一日の物語。隕石少年トースターが送るディザースターパニックコメディ、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。